やったぜ。ローソンで大量買い。こんばんは、元男の子の青木からんです。今日はですね、干物、元男が食べる。干物女子っていうのはちょっと恥ずかしいから元男って言っちゃったんですけど、干物女子が食べるコンビニズボラ飯っていうことで、今日はですね、食べていきます。私が好きなメニューですよ。鶏からチーズ。はい。あ、言っておきますけど、私、すっぴんですからね、ドすっぴんなんですよ。結構さ、女子ってさ、今日すっぴんだからみたいな、すっぴんアピールするじゃないですか。その気持ち、最近ようやく分かってきた。っていうのも、他の人から、あれ今日調子悪いんじゃないって勘違いされないように、その自分で最初に防御策を貼っとくみたいな。今日の私は本気じゃないからね、みたいな。あ、改めて言っとくけどっていう、なんかそういう感じ。今日は本当にドすっぴんだからね。本気じゃないから今日。で、これ食べなかったんですよ。ふっくり卵サンド。ふっくりって面白くない？卵サンドめっちゃ大好き。昔、お母さんが卵サンドよく作ってくれたんですけど、こんぐらいのやつ一気食いしたりとかしてましたね。で、今日メインディッシュこれ。うわ、これやばいぞ。北海道産、蕎麦ですね。野菜かき揚げ、新蕎麦です。で、これはちょっと半身浴に飲むようなんで、これはちょっと置いといて。これ。あ、あとこれだった。ごめん。ウルドケチーズテリーヌ。なんか外サクサクのチーズ、ケーキみたいな。てか、最近、ローソン来てね。ローソン来てるよね。今までさ、セブンがすごい、なんか激アツって、まあ、確かにセブンめっちゃ美味しいんですけど、最近意外にも、セブンのダークホースなんじゃないみたいな感じで、めっちゃうまいよね。スイーツとか。じゃあちょっと温めてきます。溶き飛ばし。オッケー。いきますよ。お、いい感じ。うわ、すごい。めっちゃいいじゃん。これ。はぁ、やばすぎ。美味しそう。この染み込んだ。あ、いただきます。やり忘れたらね、ダメですからね。てか、箸あったのか。いや、もうつけちゃったよ。洗い物。てか、やっぱコンビニのパンじゃないですよね、クオリティ。てか、卵サンドなのに、卵焼きが挟まってる感じなのか。なんか、からしみたいについてる。ね。あっぶの。これが鶏からチーズ4個。たまにね、私ね、加工本当にやってんじゃないのって言われるんですけど、これ加工してないからね、もう勘弁してや。ごちそうだ。じゃあ、いっていきますよ。最初にこの出汁を吸ったお揚げさん。いきます。うまっ。このかき揚げさんの油がスープに染み込んで、その染み込んだところを麺ですするのが最高なんですよ。それが2です。うまいなぁ。ちょっとワイルドっぽくいこう。日本人でよかった。いきますよ、究極食べ。このかき揚げと麺を一気食い。いきます。これです、これ。うん、うまい。本当にうまい。どうしよう。どうする？てかほんと前髪さ、昨日出した動画でなんかコメントで美容師さんからいただいたんですよ。美容師ですが前髪気になりますみたいな。だってこれさ、やばいじゃん、もうほんとに。こっち長いのにこっちだけ短いみたいな。美容師さんから見たらあれか、あ、この人失敗したんだみたいな。わかるよね。でも私みたいなこの素人からしたらさ、あの人ちょっと原宿系なのかなみたいな。じゃあこれいただきます。チーズ唐揚げか。あ、すごい、なんか竜田揚げみたいな感じでなってる。最初、このままいこうか。本当は私これ、こうつけて食べたいんですけどね。いただきます。うん、うま過ぎじゃない？なんか男っぽい声でした。なんじゃこりゃ。お肉あって、衣じゃん。この、お肉と衣の間にチーズが巻いてある。え、やばい。めっちゃうまい。チーズで口の中をマイルドにしたところ、このさっぱりしたそばで流すと。じゃあこれいってみましょうか。どうなんだろう。なんか普通卵サンドってさ、ぐちゃぐちゃに潰した卵じゃん。普通にマヨネーズあえてるやつだけど、これあれですよ。なんか、エアロっていうチョコを知って覚えてます？なんかおかしな。なんかあんな感じで空気がいっぱい入ってる。いきます。やばい、口の上くっついた。喋れない。普通の卵焼きと全然違うな。この前ね、とある YouTuber さんに会ったんですよ。で、その方って私より登録者全然多いんですけど、で、その時私相談したことがあったの。っていうのも、私って初期動画、始めたての頃ですよね。その頃の動画200本ぐらい私全部非公開してるんですよ。あまりにもブサイクすぎて。でもね、その方にその非公開動画見せたら、なんかめっちゃ大爆笑してくれて、いや、むしろこれ伝説ですよ、みたいな。ほんととんでもないこと言ってんの、初期動画って。ふーみたいな感じでなんか発狂してたりとか。交換した方がいいのかな？ちょっとね、怖いんですよね。ほんと今と全然違うんですよ、キャラクターが。どうしよう。ちょっと唐揚げいただきます。パクリ。シンプルにこういうのでいいんだけど。それとなんだろう、私もう一生一人身でいいみたいな感じに勘違いされそうだから。それは違う。それは私、嫌だな。私好きなんですよね、このかき揚げが、その溶けた後のこのスープ、ちょっとふにゃふにゃに柔らかくなったやつ、花丸うどんの、あれみたいな感じで。花丸うどんってさ、すごい衣とか取り放題じゃないですか。私大学生の時にもう超大盛りにもう余ったスープに衣めちゃめちゃ入れて、それ醤油足して、なんかご飯みたいな感じで食べてましたね。多分、店員からしたら多分鬱陶しい客なんだろうけど、あれは助かったな、本当に。本当にお金なさすぎて。で、この唐揚げやばいな。唐揚げくんよりこっちの方が美味しいんじゃない？なんでこっちあんまりポピュラーじゃないんですか？これってもしかしてさ、地域によって違うのかな？地域だけとか、185円で税込みが200円ってことか。なんだろう？わかんないけど。でも美味しいからいっか。で、これで流し込むと。そう、初期ってね、ほんとね、こういう声ばっかりしてたんですよ。で、いきなり立ち上がって、なんかトリプルアクセルみたいな。そういうことばっかやってたから、ほんとね、初期の頃って3年間で登録者が4000人ぐらいしか出なかったんですよ。毎日投稿してても。ほぼ毎日投稿してても。でもね、楽しかったんですよね。言うても。なんかお金じゃなかったんですよ。今ってなんか YouTuber ってさ、テレビ出ると、すごいお金はいくら稼いでんですかってすごい、むしろそこばっかピックアップされるけど、本当に私当時全然そのお金とかどうでもよかったんですよ。なんか見てもらえることが快感みたいな。わかるかな？だから、今こう、新しく YouTube 始める人って、やっぱり YouTuber ってお金を稼げる場所みたいな、むしろそれが第一優先みたいなスタンスで来る人多いからさ、すぐになんか辞めちゃう人とかもいるし、やっぱ稼げなかったみたいな。私が始めた頃ってあんまり YouTuber お金みたいな感じじゃなかったから、毎月ね1000円ぐらいしかもらえなかったんですよ、3年間。でもめっちゃ楽しく普通に続けてましたね。なんかその気持ち忘れたくないなって思っちゃう。何話してんだ。そっか、奥がか。あの頃仲良くしてた YouTuber さんとかほとんど辞めちゃってるんですよ。だからね、寂しいの。私が登録者300人とか時かな。大阪にね、YouTuber の集いみたいな感じで遊びに行ったんですよ。みんなでカメラ回し合って、なんかパフェ食べたりとか。なんかそんなことしてたの、初期の頃って。それがすごい楽しくて、でもだんだんとこのUUUMとかいろんな YouTuber の事務所とかで、なんかお金とかいろいろ絡んでくるような時代に、多分2016年ぐらいかな、なんか突入してきて、だんだんと気兼ねなく撮るっていう風潮がなんかなくなってきたんですよね。なんかそれはね、正直寂しかったんですよね、初期の頃って。って言っても、お前今事務所入って YouTuber やってんじゃねえかって言われたらおしまいなんですけど、でもそういう気持ちは根底にあるんですよ。どっかしら寂しさみたいな。喉仏が見えちゃう。いいんじゃねえぞ。美味しかった。やばすぎ。やばすぎ侍。ちょっと意味わからない。ちょっと待って、これさ、バラバラになってた。まあいいや、これ。なんかチーズみたい。チーズじゃないんだけどね。で、こっち何もついてない。失敗したな。食べる順番失敗したな。来ましたよ。デザートがついに来ましたよ。やばいね。さっき私こっちばっか見てる。本当にやばい。これね、いけないっすよ。カメラ目線しなきゃいけないのに。カメラってどこ？ここか？これ ?3 つレンズがあるんですよね。最近のスマート。これか。一番上のレンズか。こんにちは。ちょっと待って、私やばい。やらかした、やらかした。サムネ撮るの忘れた。いや、やばくない、やばくない。サムネ撮らないとあれじゃん。食べる動画なのに。誰も見ないでしょ、こんなサムネ。今からこれ食べますって。これこそあれじゃん、初期の YouTuber じゃん。2010年ぐらいの。カップ麺食ってみて、みたいな。ちょっと待って、やばいぞ。残骸しかないんだけど。まあ、いっか。これで、ウルドケチーズデリーヌっていうやつ。ほい、ほい。チーズケーキめっちゃ好きなの。たまに品川駅にさ、出張所みたいな感じで、北海道のルタオっていう、小樽市にあるやつなんですよ。逆さ読みしてルタオっていう店名なんですけども、そこの、ドゥーブルフロマージュっていうのがあるんですよ、ワンホール。私ね、一人で食べちゃうんですよね、ワンホール。こんなでっかいの。すごい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 。何これ？表面があれだ。パリパリしてて、中がなんかトロッとしてる感じの。やば。これ食べていい？これ私は買ったんだけど、食べるよ。じゃあ行きます。ちょっと断面図見ててね。柔らかい。でも柔らかいぞ、これ。こんな感じです。ほい、じゃあいただきます。なんかプリンみたいな匂いするな、でもな。さっき言ったルタオ。ルタオではないけど、ルタオっぽいよ、これ。めっちゃ美味しいよ。ただ少し、ルタオより酸味がある。酸味あるバージョンみたいな。ルタオほんとなんかクリーム食ってるみたいな感じなんで、食ってるって言ったらなんか、お使い汚いって言われちゃうけどさ、もういいじゃん。いいでしょ？すごいよ、これ。コンビニで買えるスイーツのレベルだったら、かなりいい方なんじゃないですか。うまっ。いきます。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。たまにはなんかジャンキーのもいいんかなって思ってます。何言ってんだ。でもすごい美味しかったですよ。なのでぜひ皆さん、ダークホース、ローソンに行ってなんかいろいろ食べてみてください。ダークホースですよ。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと、インスタグラムと LINE 公式アカウントもぜひ画面の下からフォローお願いします。LINE 公式アカウントでは、YouTube で出さないような動画を公開してますので、ぜひチェックお願いします。また次の動画でお会いしましょう。